こんにちは。歴ショックです。今回は、大阪の陣で徳川家康をあと一歩のところまで追い詰めた、真田幸村の子孫のその後について紹介します。豊臣家滅亡後、幸村の子供たちは道明寺の戦いで幸村が戦った伊達政宗に保護されますが、政宗は幸村が家康を討ち取った後に天下を狙っていたとされ、それゆえに協力の意味を込めて子供たちの保護を引き受けたとする見方があります。政宗は幸村の子供たちを幕府に届け出ず密かにかくまい、大阪の陣から数十年経っても幕府は幸村の子たちへの追及を続けましたが、伊達家は政宗の死後も彼らを守りきり、幸村の子孫は仙台藩士として繁栄しました。幕末には仙台藩の軍事を任されるまでになり、かつて伊達家にかくまわれた恩を返すために、六文銭の旗を掲げて新政府軍と戊辰戦争を戦うこととなります。今回は、幸村の娘が、伊達家重臣、片倉小十郎重長の妻になったことで仙台藩に居場所を得て、真田の名を東北の地で伝え続けた、仙台真田家について紹介します。天下を狙う政宗が幸村に協力した。幸村の子たちが伊達家にかくまわれるまで。大阪冬の陣では真田丸の戦いで大活躍を見せた真田幸村は、夏の陣では堀を埋められ裸城となった大阪城に籠城できず、野戦で徳川方を打ち破るため、後藤又兵衛、毛利勝長らと、大和から迫る徳川方迎撃のために道明寺まで進出しました。徳川方は、家康、秀忠の本軍が、長宗我部盛親、木村重成が守る河内口から攻め寄せた一方、大和口には家康の六男、松平忠輝を大将に、伊達政宗、水野勝成らが攻め寄せます。道明寺の戦いでは、豊臣方は徳川方の進撃の速さに後手に回り続け、先方の後藤又兵衛、二番手の明石善等の部隊は崩れ、又兵衛は討ち死にするなど敗北は必至となります。通説では、真田、毛利隊が濃霧のため遅れたとされますが、実際は戦場に到着しており、徳川方の進撃の速さの前に又兵衛が陣地確保を優先し少数の兵で先行しただけで、後藤、明石隊敗走後は幸村が徳川軍を迎え撃つこととなりました。徳川方の主力は伊達政宗の軍勢で、騎馬鉄砲などを用いて攻撃をかける伊達勢と、引かずに地に伏せて敵を引きつける真田隊が激突し、この時伊達政宗、真田幸村両名は初めて直接相まみえます。戦いは、伊達勢が接近しきったところで伏せていた真田隊が攻撃をかけたため伊達勢の勢いは鈍り、幸村自らが率いる騎馬隊も突撃をかけ、伊達勢がひるむ隙に撤退するという繰り引きの戦法で撤退戦を進めていきました。伊達家重臣、片倉小十郎重長も自ら真田隊に突っ込んだものの、幸村はまともにぶつからず戦っては引くを繰り返し、三度にわたる攻め合いで双方に死傷者が続出し、政宗はついに攻撃を停止、幸村は天王寺まで撤退することができました。その日の夜、幸村は数時間前まで戦っていた伊達家の片倉重長に対し、娘、お梅の保護を頼むという決断をしたことが、1670年代に成立した老王聞き書きに記されています。お梅は、幸村の正室で大谷義継の娘の竹林院のことも、家臣、高梨内記の娘のこともされ、白石城主で伊達家中で1万3000石を領する片倉重長の後妻となった人物です。大梅は、片倉家の記録では、大阪城落城後、混乱の中で伊達軍に捕まり後に身元が判明して厚遇されたとされていますが、大梅、そして後に仙台藩で保護される幸村の次男、真田盛信に対する、政宗自身も関与した異常な厚遇ぶりから、幸村、政宗の間で何らかの約束があった可能性は否定できません。資料による根拠はないものの考えられるのが、幸村が翌日の天王寺の戦いにて徳川家康本陣への突撃を政宗に予告し、政宗が支援の目的で子供の保護を約束したのが、後の子供たちの厚遇につながったとするものです。当時の政宗は、家康の六男で越後65万石の領主の松平忠輝に、娘、いろは姫を嫁がせ、夏の陣でも舅として忠輝と同陣しており、忠輝とは深いつながりを持っていました。もし幸村が家康を討ち取れば、家康を失った秀忠だけでは世は乱れる可能性は十分にあり、
秀忠に代わる天下人として存命している秀忠の兄弟では唯一成人している忠輝が候補となり、政宗が幕府の実権を握る未来も考えられます。幸村は天王寺の戦いでは家康の首に迫りながらも討ち死にを遂げましたが、政宗は幸村との約束を生涯忘れず、すでに保護したお梅に加え、大阪の陣集結後にお梅を追って白石城にやってきた森信や他数名の女子を保護したと言えるでしょう。豊臣家滅亡後、徳川方による豊臣方の残党狩りは厳しく行われ、京に逃れた長宗我部盛親は、本人だけでなく土佐に逃れた息子も含め、親子揃って全員処刑されています。幸村の一族は幸村と長男大輔が亡くなっており、正室竹林院は十数年を過ごした紀州に逃れたところを浅野家に捕らえられ、豊臣秀次の娘と伝わる側室、流星院とその娘、おでんは、秀次の母で豊臣秀吉の姉の日秀にかくまわれたとされています。このうち、おでんは縁あってでは久保田藩主の佐竹氏に拾われ、佐竹義信の弟ででは亀田藩主の岩木信孝の側室となり後継ぎを生み、弟の真田幸信も亀田藩士として召し抱えられました。政宗は真田一族の他に、長宗我部盛親の姉妹、阿子姫とその息子二人をかくまい召し抱えるなど、豊臣方の関係者を多く保護していますが、すべて幕府に報告して許可をもらっていた一方、真田一族については報告せず、秘密裏にかくまっていました。真田一族の保護は、松平忠輝も家康死後に改易され天下への野望がついえて以降はリスクでしかなく、推挙で保護したというよりは、幸村との事前の約束に従ったとする方がまだ納得できます。こうして、幕府のお尋ね者となった幸村の子供たちは多くが伊達家に引き取られ、仙台藩で幸村の血筋を伝えていくこととなるのです。幕府の追及を逃れ、片倉一族として繁栄する。仙台藩での真田家。大阪の陣集結時には、お梅は11歳、森信は3歳で、後にお梅は片倉重長の5歳となり、森信も正式な家臣ではないものの戦国の食格録を与えられるなど厚遇されます。当時の片倉氏の所領は1万3000石で、いくら妻の弟とはいえ正式な家臣でない森信に戦国の治療を与える余裕はないはずで、政宗から別途支給があった可能性が高いとみられ、真田一族の保護は伊達家総出で行われていたと考えられます。二人以外の伊達家で保護された女子は、井伊家家臣の青木重方、大谷義継の妹の夫で元尾張犬山城主の石川貞清に嫁いでいます。政宗はさらに追加で、京都にいた幸村の娘、お勝負も引き取り、片倉一族の片倉貞弘に嫁がせています。伊達家では森信保護のために様々な工作を行っており、森信は京都の年中行事の石合戦で死亡したと偽情報を流し、これが松代藩真田家の系図にも記録されたほか、森信を正幸の弟、信忠の子で実在しない真田正信の子とする偽系図を作りました。それでも政宗は、自身が完全な信頼を得られていない中で森信を召し抱えることにリスクを感じたのか、1636年に亡くなるまでついに森信を正式に召し抱えず、森信は実質的な養父となっていた義兄、重長に保護される身分のまま据え置かれています。そして、大阪の陣から25年後の1640年に、さすがに大丈夫と思ったのか、二代藩主伊達忠宗によって、28歳の森信は三月国を与えられ正式に仙台藩主となりました。森信に始まる仙台真田家の記録では、生前は信繁としか名乗っていなかった幸村を真田幸村と記録しており、徳川の世でも人気を博した真田幸村の子孫として、東北の地で再び公の身分を得ることとなります。森信は三月国の事業の他に、戦国の食格録も1712年に息子の時信が返還するまで有し続けており、屋敷の広さなどから三月国以上の待遇は受けていたとみられます。ところが、幕府は1637年の島原の乱以降、浪人問題に改めて取り組むようになっており、森信が召し抱えられた直後、幸村の子であると嫌疑がかけられ、仙台藩も対応を迫られました。同年には、仙台藩内に潜伏していた明石善等の子、明石内記にも捕獲命令が出され、仙台藩はこれに従い内記を捕らえ江戸に護送しましたが、内記は伊達家が毒殺したのか、途中の須賀川で病死しており、遺体だけが江戸に届けられています。また、
雪村の兄、信之が治める松代藩でも、雪村が家臣、堀田作兵衛の妹との間に設けた長女、末の夫、石合十三が、大阪の陣で雪村に従い戦死した堀田作兵衛の息子をかくまっている疑いがかけられ、江戸で申し開きを行うなど、豊臣方武将一族への弾圧がこの時期強まっていました。しかし伊達家は、あらかじめ準備していた偽系図を差し出し、森信を片倉に改正させることでこの疑いを切り抜け、森信を守り切ることに成功します。これにより森信は真田を名乗れなくなりましたが、片倉小十郎家のトップに君臨していた姉のお梅は、1670年に森信が亡くなった際は、自身の菩提寺にもなる六門銭を自門とする東神寺に作られた森信の墓石に一門銭を刻んでおり、雪村の子として扱われ続けています。ただし、藩内でも森信の存在を危険視する勢力はあったようで、森信が江戸で諸藩や幕府と折衝する江戸留守居役を拝命するも反対派により即日撤回されるなど、雪村の子であることが足かせとなり活躍しきれませんでした。それでも森信は、晩年、四代藩主伊達綱村の時代に起きた伊達騒動にて、片倉一族として、事件の中心人物、原田海や長宗我部盛親の甥にあたる柴田智興への事情聴取の使者を務めるなど、その立場を生かして活動し続けています。一方、大梅は重長との間には子ができなかったものの、重長の娘、キサの子で重長の養子となる影長の養母となり、重長、影長の子、影長の子、村長の相続までも見届けて、1681年に78歳で亡くなりました。この大梅の存在が、真田家を仙台藩重臣、片倉家の親類衆としており、森信の子、時信の代に、真田家は藩内での地位を確立します。時信は20代の頃は江戸屋敷で働いており、この時、松代藩主で真田信幸の孫にあたる真田幸道が宇和島藩伊達家から正室を迎えた縁で、仙台伊達家の江戸屋敷を訪問した際、時信も幸道に対面を果たしました。この頃の時信は片倉姓を名乗り、家紋も六門銭ではなく結び狩り金を使っていましたが、主君の綱村は雪道を驚かせるために、時信に六門銭の家紋をつけた服を着させ対面の場に連れてきており、雪道も気になったのか素性を尋ねるも片倉時信で押し通しています。時信は、1691年に8歳で当主となった片倉村康の後見を一族として務めるなど活躍しており、この活躍が認められ、1712年には70年ぶりに真田への復姓を認められました。時信は最初に真田復姓を願い出てから20年近くにわたって復姓運動を続けており、この時片倉家からの独立を示すためか、97年にわたって受けてきた食客六千石も返上しています。大阪の陣から一世紀近く経ったこともあり、この時は幕府から何も言われず、仙台真田家はこの後も仙台藩主として代々続き、やがて幕末の動乱で再び表舞台に立つこととなるのです。仙台藩の軍事を担い、新政府軍と戦う。幕末の真田家。時信の後は、信成、信常と直系で続き、森信ができなかった江戸留守居役として諸藩との交流に当たるなど活躍していましたが、信常の子、信弘は病弱で、田村氏から信親を信弘の娘、滝子の婿養子に迎えています。しかし、信親は若くして亡くなり、新たに縁戚から信渦を滝子の婿養子に迎えるも、息子、さらには妻の滝子が立て続けに亡くなり、別家から妻を迎えたため、9代将軍徳川家重の時代に雪村の血筋は仙台真田家では途切れたと見られます。その後は息子の信頼が継ぎますが、信頼が養子に、時信の三男、秀信の子孫の系譜を迎えたため再び雪村の血筋となり、その子雪義の代に幕末を迎えます。1824年生まれの雪義は、伊達政宗の12代後の藩主で1歳年下の伊達義国に小姓として仕え、西洋砲術をはじめとした武芸全般を治め、藩の砲術指南役を務めるとともに、藩の軍政改革にも先頭に立って取り組んでいました。義国が上洛する際には雪義が道中の一行の差配を務めるなど、義国の信頼も厚く、第二次長州征伐で幕府が敗北した1866年には密命を受け京に入り、幕府や公家勢力と接触して内情を探るなど、幕末の仙台藩の実力者として台頭します。
大政奉還及び鳥羽伏見の戦いでの敗北により新政府による徳川家討伐が決定的となると、幸吉は藩の参政及び軍政係に抜擢され、仙台藩の軍事の中心を担う存在となりました。幸吉は大政奉還の直後に吉国に諸藩に先駆けての藩籍奉還を建託し、薩長に遅れを取る仙台藩が勤労の藩として政局の中心に立つことを主張するなど、日本全国で見ても先進的な考えを持っていましたが、吉国が採用することはありませんでした。仙台藩は当初、新政府に従い朝敵となった会津藩を討伐する立場にあり、幸吉は藩を代表して、仙台に上陸した新政府の大内鎮武総督参謀の長州藩士、世良修造と相対し、自身の王政復古論を語り世良から先生と呼ばれるほどの尊敬を受けています。幸吉自身も新政府に影響され、この時期脱藩、状況さえ考えていたといい、その後も新政府軍の一員として兵を率い、会津藩と小競り合いを行っています。ところが、幸吉の思いとは裏腹に、主君の吉国は米沢藩など欧州諸藩と列藩同盟を組み会津藩救済に動き新政府と対立、参謀の世良修造を暗殺してしまいました。この吉国の行動に幸吉は反発し、吉国に対し伊達家の滅亡も近いと直接非難し再興を訴えたものの吉国は受け入れず、幸吉は引きこもってしまいます。その間にも、大越列藩同盟は白川口での敗戦をはじめ各地で新政府軍に敗北し、吉国は挽回のために幸吉を頼り、軍事総督に任じ復帰させようとしましたが、幸吉は復帰には応じるも身分の低い自分には無理と総督は辞退し、仙台藩の参謀に就任しました。幸吉は真田家に代々伝わる家訓である、子を亡くして賜る正六の恩、報いざるべからずという言葉に従い、真田家は幸村が伊達家に何の武功もあげてないのに、森信以降六をもらう恩を受けたのだから報いなければならないと、反発心を捨てて吉国のために再び前線に立ちます。幸吉の隊は、幸村以来の六門戦を大機に他の藩兵と共に須賀川へ進出し、幸吉は会津、二本松藩兵と連携して新政府軍と戦うも、二本松城落城により前後を敵に挟まれ退却。仙台藩もこの戦いの一月後には降伏し、62万石から28万石へ減封されました。明治時代以降は、幸吉は小学校教師など地元の教育分野に携わり、西南戦争では旧仙台藩士部隊の総長を依頼されるなど仙台の地で生き続け、1887年に亡くなりました。長男が先に亡くなっていたことから、真田家は幸吉の四女、益の子が継いでいき、真田幸村の血筋は現代も仙台の地で残り続けています。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。